来た、よし来たよ、よし来た、よし、えい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 、まず This is Team MK ね、やりました。はい、おはようございます、並木俊哉です。今日は野池のおかっぱりに来てます。まあ、時期的に、そろそろ、アフタースポーツ、産卵が終わったバスが、ね、増えてるじゃないかというタイミングなんですが、何よりねこのエリア、での野池おかっぱりは初めてなんで、まあ、これまでね他のエリアでは結構やってきたんですが、このエリア初めてなんでね非常に楽しみ、まあ、いろんなねあの状況に合わせた、ね、正しいアプローチ、ルアーセレクト、とかで、いい釣りをしたらね、したいなと思ってます。トップで見るか、ね、あのポストスポーのバスが増えてればポッパーとかすごい、はず、フロッグ、ポッパーね。さあどうだろう、答えはフィールドにあるからね。こういうところで釣れると夏らしいね。アーリーサマー。いるかいないか。水温17度だとちょっときついよな。これね、ウェイトが8グラムあるからね、こうああいうとこ入れやすい。多くのこのサイズ7グラム前後しかなくて、やっぱりああいうオーバーアングの下とか入れにくかったり、アキラシーが出ない。これ 8.4 グラムぐらいあるからね。でこう引っかかっても、よし、ふいふい、虫が落ちるよん。こういう木は絶対取れるから、ただなるべく手前に落とすんじゃなくて、あのできればあのオーバーアングの下にポタッと落としてからソフトにトライして、で落ちなかったら、でもああやって落ち、あの枝に乗っかってるこうちっちゃい葉っぱが落ちるでしょ、これある意味バスを寄せるコマ性パワーになる時あるから、ほらなんか下出たね、ギルかなんか食ったんちゃう、下に落ちたやつで、ここに虫をチャケッと落として、虫っていうかこのポッパーを、あーダメだ、あ、出た、後ろ出た、 OK、 よし、来た、よし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 、やっぱこういうオープンなところ回遊してましたね、よいしょ、よし、へへへへね、ポッパーです、ラウダー60ね、ほら、水面を荒らせましたね、はいはいはい、ストレスだったね、中学生？あ、ここの池で？はあ。何月に？うわ、よっしゃー。ほっほっほい。へえ、すげえすげえ。
イエーイ、連発。いたね。うおほほほほ。おい、イエ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 イ。イエ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 イ。あ、あ。うふふ。カッパチいいんじゃないか。丸飲み。よし。はいし。はーい。よし。ねえ、ほーら。丸飲みです。ああ。もう一投してみようと思ってやってよかったね。さっき釣ったのもうちょい壁寄りなんだけど、石がこう入ってるから、ちょい沖側もいるのかなと思って。ね、若干1メーター弱ぐらい沖側やったら、出ました。ほら。ありがとう。今ぐらいにちょっと送り込んでね、合わせる。うん。ポッパーってラインスラック使ってアクションさせられるから、送り込みやすいんだけどね。うん。よし。眺めるとき水に入れながらね、バスに優しく、写真撮るときもこまめに水に入れながらとね、さっきのところはちょっとこうカレントもあったから良かったんだろうな、あの下の池に水流す、ちょっと夏を意識したバスがね、早くスポーンを得て、でもこれ大きなヒントだよね、ああいうタイプの場所にいるよっていうのがあったから。よし、行こうか。はいはいはい。あ、来た。ああ、いたね。そこそこ40ぐらいはあるよな。あの釣れないだろうなと思ってピックアップ仕掛けた時に、最初ちょっと 動いた時に食ったね、ブンって。うん、だからどうしてもなんでか、ちょっとこれ今ね、ドライブスティックファット、うん、ノーマルより 4.5 インチのノーマルよりはあのちょっとファットで全然投げやすい、だから今みたいに奥入れやすいんだけど、でこう、ね、バンクに落ちて、まあ、落ちる時もこうふわふわしてロールしてテールフリフリで落ちて、で着底した後大抵 2,3 回ポンポン、そのとこうワッキーワームみたいなピュン、うん、でそのまま上げてくる時もやっぱりピューってなっち、こうワームがしないながら、ここがテールがブルルってこう動きながらこう回収していくんだよね。なんでそういう時もバス誘ってるから、なんでその時に得たストライク、サイズもそこそこなんで、普通にあれしっかり合わせればかかってるやつなんだけど、いかんせんまあまあ早く回収してた時だった。よし、よし、出た、出た。あーあー、バスごめん。ねえ、16ポンドだけどね。バスごめんなさい。うん、ただまあ、飲み込まれてる感じじゃないから。ねえ、手前の糸が、手前の木に、うん、引っかかって、擦れて。うん、でも、いいとこ行ったね、僕ね。ね、1個ぐらいの木だったらねうまく出てきたんだけど、多分3本4本ずっとこう水中にあるのグググググって切れてるね。うまくでも水面まで持ってきたけどね、7フィート1インチハリアーで1の差でガーって巻きながら、うん、だけどまあまあ、おきた、よし、あ
し、いや可愛いけどね、でもグンと入った。はい、よし、この池で3バイト目を生かしました。ね、1匹目はナイスサイズだったんだけど、ピックアップ中にバンって横食いしてね、食わせきれなくて、2発目はね、残念ながらちょっとラインブレイクしちゃって、カバンの外に出したんで、3匹目ね、いい感じです。明確にガガってね、こうバイト入って気持ちいい、ね、合わせて乗った感じがね、ドライブスティックファットね、で、FPP ストレートの、50に FC スナイパーフローカーボン16ポンドにハリアー、ニューハリアー2017のニューモデル、すごいキャストです、キャストしやすいできた、ね、このアームのカラーモーニングドーンっていうカラーなんだけど、まあデイタイムコツコツって感じだね、このバス今のバイト。よし、さあさあ、バスがね、そのオープンモーターにいたから、2匹、護岸、コンクリートなんか護岸みたいになってるね、オープンモーター完全の、そこを表層スーッて泳いでる、なんで結構ナーバスなバスっぽいから、こういう新作の、ミノ愛字引きも完璧にできるし、あとはツイッチングとかね、ただ巻きとか、まあもちろんあの脳進化の場合の話だけど、あとは、ね、ジグヘッドとかキャロとか、スモラバのトレーラーとかダウンショットとかでもいいんだけど、ちょっと今水きれいでバス丸見えだから、こういうあの透ける感じのやつにして、よくねあのマス張りを下向きでこう出して使うのが、あのどっちかっていうとあのオープンモーター主流、でその方がフッキングもいいし、でも今これあの引くところオープンモーターでも手前に水際に草があるでしょ、そこ引っ掛けたくない、から今オフセットでやってみよう。普通のルアーで見切るバスにはこういうルアー持ってこいだから、よし来た、よし、下から浮いてきて食ったぜ、よし、あ、潜られたか、あ、あ、こうか、うおほほう、よいしょ、色チャートに変えて、チャートの方がルアーがバスにとって見つけやすくていいのかもしれない。その前ナチュラルだね、ゴースト系の色でやってたんだけど、シュッ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 、本来4ポンドであの用意してたんだけど、今たまたま3ポンドの糸にもうタックル持ち替えてやってるから、ちょっと慎重に行くよ、もう1匹つけてきてほらね、同サイズ、へい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 、いいねいいねいいね、へいへいへい、綺麗な水だね、ここね、
はい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 、外してあげるから、そろそろ堪忍しろ、そろそろ堪忍しろ、はい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 、へーへーへー、よし、結構掴みにくいよね、よーし、イエーイ、 This is Team Namiki、 ね、いいでしょう、このクリアウォーターなの池ね、特にセレクティブなバスはこの全部は効くからね。まあ、でもマディのカスミとかでもね、あの例えばシラウオパターンとか、あとシャローにいて、例えば浅い底が見えるような流入河川で見えますとか、まあね、やっぱすごい効くんだけど、うん、まあ、こういうクリアウォーター持っておけゆっくり漂わせたら下からフォーンって上がってきた、うん、その前バス見えなかった、うんうん、よし、はい、やりました、HP ミノ、グッジョよし、来た、よし、よし、泳いでるやつ、よし、よし、ちょっと石がある、石が、あ、木もある、さあ頼む頼む頼む、一発で食ったね、3匹、でも一番でかいの食った、よし、はいはい、さあ、網来ました、網来ました、網来ました、さあ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 、よーし、入ったー、ほら、ナイスサイズ、一発一発ね、うん、リリーパッドがあって、もう 3,4 メートル離れたところにバスがいて、あえてそこじゃなくてその外したオープンウォーター投げて、でバスがあの超ゆっくり、あのもうアリンコが歩くぐらいよりもっとゆっくりかもしれない、うん、そしたらバスがスーッて行って、そのまんま、ね、ルアーも見えてなかったんだけど、まあラインがプンって手元に感じて合わせてる、スローフォールもしくは漂わせだから来る、うん、このワームのからモーニングドーンでもデイタイムドーンだね、これ、今いたいたバス、HP4.2 号進化、よし、はい、はい、ノーシンカーフォール、ね、
今ね、あのシャッドテープちょっと引いて、そっからこう、うん、でバスが見えて、うん、でその見える、まあ、目の前ってわけじゃないけど、ね、ちょっと横向こうさせてた、うん、ブルーギルっぽいからね、これギルがいっぱいいるからね、ここ次、まあ、ちっちゃいけど、こんなちっちゃいギル、よしか、完全にテール上下も逆にして、水平ゆらゆらローリングボールをさせて、すごいね、でかくない。ちょっと、テレレーン、テテテテテテレレーン、テレレーン。で、この歌知ってる人ってもういねえのかな。送った、よし、ねえ、かわいい、はいはいはい、トップウォーター、水面、岸物を乗り越えさせようとして水面に来た、ポーンと来た、えい、ありがとう、ありがとう、ね、これ 4.2 の脳進化、はい、うわ、あー、でっかかったね。食ったクローラー級50あるでしょ、あれ。ツンってね、脳進化バッキー入れてちょんちょんずっと放置して、パンパンってやったら見えてたやつがパン。もうちょい待った方がよかったかな、こう長いワームだからね。またでも食うかな。ちょっとトップやってみるわ、この状況。こういう釣れるか釣れないか分かんないところ、バジンクランク、ポッパーはね、割と1トン時間かかってね、ここはみたいな、あとは割と水深があったり、込み入ったカバーのね、中にいるバスまで引き出すようなね、ポッポンとか、特に音の大きいポッパーであれば、うん、なんでそういう場所に向いてるので、ここ遠浅でしょ、遠浅が割と大きい日陰で、どこにバスがいるか、こうピンで絞れきれない、まして初場所だからっていう、余計サーチ能力、バズベイトとかもいいけど、下の中引くんだったらバズの方がいいけど、こういうオープンな日陰あるというか、バジンクランク、もっと夏になればこれはスーパーだよね、こういう日陰の中、オーバーハングの下潜りながらこいつに、なんか、ほら、早速、あ、ねえ、早速出た、やっぱ トップなんだよな、ノーラン、でもちっちゃかったんかな、でも今、ルアー着水して、もうすぐなんか魚気づいて寄ってったでしょ、ね、魚が動く、こう波紋が見えて、あ、やべ、で、食いに行ったもんね、だけど、自分に魚のこう抵抗感なかったから。ついて終わって。
来た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 、イエイ、あった、あ、バイバイ。まあまあ、まあ28ぐらい出たね。でもね、可愛いサイズが。でもやっぱりこういうあのシェードに確実に入ってるでしょ、ね、もちろんタイミングでね、でかいパスが入ったり、もしくはでかいパスが入るような条件を持ったシェードやればでかいのもするけど、何よりでも本当に数を拾っていける、そういう攻め方、なんだよね、こういう釣りっていうのは面白いね。釣れそうだね、これ。よっしゃ、よっしゃ、出てました。お、グッドサイズ。グッドサイズ。でかいよ。イエ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 イ、出ましたね。やっぱ日陰だ、ナチュラル日陰、ナチュラル日陰、護岸の切れ目とオーバーハング際、はい、はい、はい、ランカーサイズ、いやー、まず This is Team AmiK ね、やりました。いや、今このコース良さそうだったもんね。うん、ナチュラルにこのね、あのエズカエリアがわずかに日陰になってて、で広い範囲だけどね、で護岸が終わって、ブッシュに変わると、でボトンも綺麗、よし、これ、はい、ね、よし、ありがとう、はい、確かにでかいね。